本日9月23日金曜日、全日本実業団選手権女子 1500m 決勝が行われました。豊田自動織機の田中希実選手が大会新記録をマークしました。このレース、6位までに入賞した選手を結果を振り返ってまいります。優勝しましたのは豊田自動織機の田中希実選手、4分10秒41の大会新記録をマーク、非常に落ち着いておりましたよね。一番後ろからスタート直後はポジションを取りまして、徐々に前に出る、そんなレースをしておりました。ただですね、2周目3周目ちょっと中間走が、集団のタイムがね落ちてしまったんですよね。浦部選手が引っ張ったんですけれども、中間走がねすごい落ちてしまったということで、記録はそんなに良くなかったんですけれども、ラスト 400m からのロングスパート、ラストスパートが魅力的でしたね。非常に素晴らしかった。腕振りもね、海外世界大会を経験してまた進化した、そんな印象があります。大きな腕振り、ダイナミックな腕振りに生まれ変わっておりました。そして準優勝のねコモディーラのマーガレット選手、そして3着の後藤夢選手が対応したんですけれども、反応したんですけれども、押し切っての優勝ということで、田中希実選手ね、さらなる進化を感じさせるような走りでしたよね。非常に素晴らしかったなというふうに思います。最初のね、落ち着き方も素晴らしかった。そして中間走も、集団はね落ちてしまったんですけれども、田中選手無理して前に出ることなく徐々にポジションを上げていく、非常に落ち着いた視野の広い走りができたんじゃないかなというふうに思います。そしてラスト1周鐘が鳴ってからのスパートもね、海外勢コモディーダのマーガレット選手、そしてニトリのエスタ・ムソニ選手をね置き去りにするラストスパート、素晴らしい走りを見せてくれました。見事な大会新記録での優勝、おめでとうございました。さらなる進化にね期待したいなと思います。準優勝を果たしましたのはコモディーダのマーガレット選手、4分11秒38の好タイムで見事準優勝を果たしました。マーガレット選手ね、非常にうまい走りだったんじゃないかなと思います。田中選手とはね、対照的でしたけれども、浦部選手が先頭を引っ張る中で2番手いい位置でね、集団を眺めていた、走っていたんじゃないかなというふうに思いますし、5000m をメインに考えてたということで、最終日の 5000m の調整練習、刺激練習だった、位置づけだったとのことなんですけれども、田中希実選手のラストスパートに対応しまして、最後まで押し切られてしまったんですけれども、大きく遅れることなく走り切りまして、見事準優勝を果たしました。ね、5000m のね、調整、そして駅伝も始まりますけれども、駅伝の調整だと思いますが、それでもね、勝ちたかったはずだと思うんですよね。そこに勝ちきれなかったところは、やっぱり田中希実選手の凄さでもあるとは思うんですけれども、マーガレット選手ね、アフリカの選手特有の大きなストライド、大きな腕振りで最後までしっかり走り切りまして、見事準優勝を果たしました。田中希実選手は国内別格のランナーですけれども、他の日本人選手、そしてアフリカの選手に負けずにね、見事準優勝走り切りました。コモディーダをね、これからもどんどん引っ張っていく。そんなね、マーガレット選手、素晴らしい走りで準優勝に輝きました。おめでとうございました。3位入賞を果たしましたのは、豊田自動織機の後藤夢選手。4分12秒97のタイムで見事3位入賞を果たしました。表彰台に上ります。最後までいい走りをされてましたし、いい表情で後藤選手走ってましたよね。そして田中希実選手のラストスパートにも反応、対応しました。今シーズンね、非常に絶好調なんですよね。この1500メートル含めて女子中距離界で今シーズン一番記録伸ばしたのがね、後藤夢選手なんじゃないかなと思わせるぐらいね、今シーズン非常に調子良かったんですけれども、この日も、本日も非常に素晴らしい走りでしたね。田中希実選手、そして準優勝のマーガレット選手には及びませんでしたけれども、それでもしっかりラストスパートに対応。2秒ほどね、遅れてしまいました。マーガレット選手からも1秒ほど遅れてしまったんですけれども、それでも最後までね、しっかり腕振って、いいフォーム、ブレることなくしっかり走り切れたということで、非常に素晴らしかったんじゃないかなと思います。来シーズンもね、後藤選手本当に世界大会続きますから、まだね世界大会代表になってないんですよね。オリンピックや世界陸上で、後藤選手の姿を見る日も近く、ね、遠いくはないんじゃないかなと思わせるような走りをねしてくれました。見事な3位入賞でした。おめでとうございました。4位入賞を果たしましたのはワコールの井出綾乃選手、4分13秒79の好タイムで見事4位入賞を果たしました。
自己ベストからはね、あと一歩のところで届かなかったんですけれども、自己ベストに近いタイムで走り切りました。今回はね、中間走が遅かったということでタイムそんな出なかったんですけれども、井出選手自己ベストに近い走りをしてくれましたので、近い将来ね、自己ベストすぐ出るんじゃないかなというふうに思います。1999年生まれということで非常に若いランナーですよね。これからの世代、これからの時代を担うランナーが しっかり走ってくれました。非常にこれから楽しみなランナーだと思います。 3000m は9分07秒の自己ベスト、 5000m は15分27秒の自己ベストを持っておりまして、長い距離、強いですよね。まあ本当にルックスもね、非常に綺麗な顔立ちしてまして、本当にこれからの逸材なのかなというふうに私は見ております。まあそんな井出選手をね、まあ田中希実選手や後藤夢選手も若いですけれども、井出選手も非常に若い選手ですからね、今後の井出選手にも期待注目したいなと思います。良い入賞おめでとうございました。5位入賞を果たしましたのはニトリのエスタ・ムソニ選手、4分14秒22の好タイムで見事5位入賞を果たしました。高校がね、名門仙台育英高校出身ということで、もう日本に来てもね、長い選手ですけれども、3000m は8分48秒のね、自己ベストを持っております。もう日本国内ではね、日本人選手には負けないような高いポテンシャル、高い能力を持っている選手ということで、まあ、1500m はね、まだスプリント能力だったり、ポジショニング取り、本当に難しさもあると思うんですけれども、距離が伸びれば伸びるほどね、エスタ・ムソニ選手の良さがね、引き出せるんじゃないかなと思います。ニトリはね、近年、女子陸上部、駅伝部にね、力を入れておりますので、ぜひともチームを押し上げるようなね、存在になっていただきたいなと思います。持ちタイムは間違いなくチームトップ、そして国内トップの選手ですから、ニトリをね、どん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 押し上げていっていただきたいなというふうに思います。まあ、家具とかでもね、私買い物でお世話になってますから、そんなチームのね、エスタ・ムソニ選手、見事な5位入賞おめでとうございました。6位入賞を果たしましたのは第一生命の泉田真希選手、4分14秒94の好タイムで見事6位入賞を果たしました。もうジュニア時代、高校時代から全国トップクラスの泉田選手、クロカンとかね、長い距離を得意としてるイメージがすごい強くて、クロスカントリー大会のね、世界大会の日本代表によく選ばれてる、そんな泉田選手ですけれども、ハーフマラソンもね、1時間11分台の自己ベスト持っておりまして、まあマラソンも近い、マラソンでもね、結果残せそうな選手なんですけれども、むしろね、この1500メートルでここまで走れると思わなかったので、すごいなというふうに思います。やっぱりね、キャリアを積み重ねていくと短い距離っていうのはね、まあアキレス腱だったり、まあ足に負担かかってね、怪我の、恐れもありますからね。まあそういった意味でもね、泉田選手こうやって、まあキャリア積んで長い距離得意としてながらも1500メートルで結果残してくるというところに素晴らしさを感じましたよね。今後、泉田選手さらなるね、飛躍に期待したいなと思います。見事な走りで6位入賞おめでとうございました。ということで今回の動画は9月23日、本日、全日本実業団選手権女子1500メートル決勝が行われましたけれども、6位までに入られた選手の結果を振り返らせていただきました。豊田自動織機の田中希実選手、見事な大会新記録での優勝おめでとうございました。以上、